東芝が売却を進めている半導体子会社の入札で、台湾の本廃精密工業が2兆円を超える金額を提示していることが分かりました。東芝は巨額損失の穴埋めのために、半導体子会社の株式売却を進めています。関係者によりますと、一時入札に手を挙げたのは10組程度で、台湾の本廃精密工業が、 2兆円を超える金額を提示していることが分かりましたまたアメリカの半導体大手のブロードコムもファンドと組んでおよそ2兆円を提示したということです名乗りを上げた日本企業はありませんでした東芝は来月にも買い手候補を決定したい考えです